ようの。チャンネル登録してね。みんなコマンタレブー、サンさんとフリルだよ。あ、フリル今超人気のアニアキングダム見るんでしょ。私も見たい。もうしょうがないな。じゃあ今日はアニメ冒険大陸アニアキングダム第3話恐るべし森の怪力王を一緒に見よう。ワクワクする。ここあ、始まった。今日は何が起こるんだろうね。あ、ルッドたちがいる。力あふれる動物。うわー、かっこいい。誇り高き動物。ゴリラにライオン、そしてそれに恐竜までいるのね。すっごい迫力。アニアキングダムにもたくさんの生き物がいるんだよ。今回はどんな動物や恐竜が出てくるのかワクワクしちゃうね。ルッドたち頑張れ。恐竜たちに負けちゃダメなんだから。冒険大陸アニアキングダム、いよいよだ。ドキドキ。火山の噴火で落ちてきた岩により、火山の噴火すごかったんだよ。お水がなくなったらどうなるの？水は命の源だから、なくなったら動物たちも生きていけないんだ。それは大変じゃないの。だから助けを呼びに。うわー、恐竜だよ。これをサイラスが助けてくれたんだ。うわー、仲間を助けるサイラス、かっこいい。どうしてだ。だって俺迷子なんだ。え、迷子？大丈夫かな。早速道間違えてるし。恐るべし森の怪力王。怪力王？あの動物が出てくるのかも。どこだ。サイラスまた迷子になってるよ。ルータたちと一緒に歩いてるはずなのにね。あ、手とかつなげばいいんじゃない。いや、そしたら歩けないよ。大砂利だ。サイラス面白い。なんだ。横並びなら迷子にならないね。また迷子になったら大変だもんね。お邪魔だけじゃ心配だからな。ルッタたちが心配で一緒に来てくれたんだね。面倒を見てもらってるのはサイラスだけどね。何が？一人ぼっちで寂しかったからな。サイラスずっと一人ぼっちだったんだ。それで頼ってもらえたのが嬉しかったんだね。うー、泣けてきちゃう。お前らのことはこの俺が守ってやるからよ。サイラスもいるなら安心安全だね。この匂い。あ、サイラスが何かに気づいたみたいだよ。ゴリラの森が近いんだ。緊張してきた。わ、私も緊張してきた。あ、アミンと長老様だ。みんな元気かな。ゴリラの王様は協力してくれるでしょうか。そうか、まだ協力してくれるかはわからないんだよね。難しいの？なぜならって、何気になるよ。誰かいませんか？大丈夫か。ゴリラに会ったらただじゃ済まないって噂だぜ。そうなの？じゃあ慎重に。大丈夫かなこれ。なにゴリラがいっぱいいるよ。ここは俺に任せなさい。おお、頼りになる。ちょっと頼みてえことがあんだけどよ。すっごく偉そうに言った。なんだろう。俺は大きい声。降りてきたよ。一番ちっちゃいからかも。よう、俺はインドサイのサイラスだ。あんたがおさ、サイラスガンガン行くな。我が名はシルバ。シルバ、このゴリラさんがシルバね。他のゴリラとは違うオーラ、さすがだね。ブリル分かるんだ、すごい。って、そんなことよりシルバにお願いしなきゃ。カワウソ村のピンチを救ってほしいんだ。カワウソ村。
なんでこんなにびっくりしてるんだろう。きっとシルバにとっても大事な村だからびっくりしてるんだよ。こっちのあんたらしかおらんねん。せやからお願い、お願いシルバ、いいって言って。断られちゃった。なんでなんで。理由もわからないのに帰れないよ。お、ラプルだ。ダークフレイム？すんごい強そう。なんか怒ってるみたい。誰か来たよ。ドリーだ。おっきい。フレイム、お前たちは一体何をしようとしている。ドリーも知らないんだ。何？喧嘩が始まっちゃう。邪魔。何をしようとしてるんだ。さあ今すぐ帰れ。こっちも雰囲気悪い。動物同士仲良くしようよ。勝手なことを言うな。わ、怒った。そんなに協力するのが嫌なのかな。帰らないと言うなら。言うなら力ずくで帰らせてみるか。うん、やるか。喧嘩をやめて。来たんじゃないんだよ。お子ちゃまはどいてな。ここは俺の出番だぜ。ヘイ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 。バトルが始まっちゃった。みんなグッドボタンで応援して。始まった。先行はサイラス。すごい勢いの突進だ。シルバが受け止めたよ。恐竜も弾んだ突進なのにすごい。シルバが押してきてる。サイラス頑張れ。決まった。サイラス、もう一度体当たりを食らわせる気だ。最後の一撃いっけー。あー、避けられた。サイラス、フランス。サイラス頑張って。シルバー、何か仕掛けてくるよ。どんどん。すごい音。これは痛い。サイラス負けちゃった。何もない。あんなに強かったのに。サイラス大丈夫かな。そんな、サイラスが負けるなんて。まだやるか。もうサイラスは戦えないよ。ルッタ危ない。そんなに強いのにどうしてこんなことするんだよ。確かに、あの力があれば何だってできるのに。岩をどけられるかもしれないんだ。そうそう、岩をどけてほしいだけなの。お願い、お願い、僕らの村を救ってよ。お願いシルバー。もう俺の力は必要ないと言ったのはカワウソ村の動物たちの方ではないか。そうなの。どういうこと。しかし、あやつはの、やっぱり長老様やアミーさんはシルバのことを知ってたんや。そうなんだけど、なんで黙ってたんだろう。できない。シルバはカワウソ村が嫌いなのかな。何があったの。一体何があったんだろう。怒りを持つシルバ、一体彼の身に何が起こったのか。気になる。はい、エディです。せーの、アミキン TV。 今回はキリンのアミンさん。長老様と一緒にいたキリンだね。首と足が長くてスタイルバッチシ。どのくらい遠くまで見えるんだろうね。近づく肉食動物。きっとすっごく遠くまでよ。全然答えになってないじゃん。だから転ばないよう慎重に歩いてんだって。キュート。ドキドキ。キュー、ゴー。なになに、アニア。ゴーゴー、ワオワオ。
明かされるシルバの過去。何があったんだろう。ルッタは早く解決して岩をどかしてもらわなきゃ。次回大活躍シルバ。わあ、ハートが木にはまってる。かわいい。じゃんけんチョキ、私の勝ち。ああ面白かった。ドキドキのお話だったね。シルバは協力してくれるのかな。それは次のお楽しみだね。そうだね。よーし、ルタ頑張れ。そうだ。なんで私なの。なにだー。みんな困れる。サンサンとクモリンとフリレとピーピーです。今日はこれ、冒険大陸アニアキングダムジャイアントアクションツリー。仕掛けがいっぱいのアニアたちの住処だよ。ここのボタンを押したら。ちょっと待って、それは最後のお楽しみ。気になる。僕がルット。僕はシルバー。私はハート。僕はエディ。レッツプレイ。イエーイ。ハート早いよ。二人ともいいスピードだぜ。うち疲れたわ。そういえばこの辺には休める場所がないぜ。ゆっくり休める場所が欲しいわ。それならじゃーん、こんなおもちゃがあるよ。ピンクのツリーだぜ。これを組み立てて休む場所を作ろう。賛成。まずははしごからツリーのデッキ部分にセット。見てみ、スライダーもあるわ。おー、アメイジング。次はこっちの葉っぱを開いて、この木とツリーをつなぐようにツタをつけるよ。ちょっとこの穴見てや、うちの寝床にぴったりや。ぐーぐー。わっ、本当に寝るんかい。最後にエレベーターをセットしたら完成。おひょー、パラダイス。早速みんなが休みに来た。ちょっと、ここはもういっぱいだよ。おいおい、喧嘩はダメだぜ。ツリーの裏にも休める場所があるから、ここも使ってよ。うん、ありがとう。そういえばシルバはどこだ。探しに行こう。賛成。シルバを探すんやろ。うちに任せとき。はしごで上に行くんだね。落ちひんようにゆっくりな。俺はここで一休みだ。うわぁ、落とし穴がある。落ちひんように気をつけてな。ここにはいないみたい。エレベーターで上に上がろう。うん。落とし穴。こんな高いとこから落ちたら大変やぞ。こっちにはおらんか。おーい、シルバ。うわー、うわー、ハート。おい、ハート大丈夫か。いたたたた、なんとか大丈夫みたいや。よかった。よし、もう少し上に行ってみよう。ティノサウルスとカルノサウルスや。どうなってるんだ。キャッキャッキャ、ノイズ様参上。今からこのツリーは俺様のものだ。ファーツ、なんだって。そんなあかんわ。うるせえ、今すぐ出て行け。うわー、みんなもこっちへ逃げて。どうしたらいいんだ。うちらの新しい住処が。取り返すぞ。どうやって。みんなで力を合わせるんだ。よし、やったろ。行くぜ。にゃー、快適快適。おい、俺たちの住処を返せ。にゃー、なんだお前たちか。いやーなかった。おい、勝手に登るな。恐竜たち、やっちまえ。おぉ、はしごは大丈夫か。許さないぞ、お猿さん。ツタで上まで連れて行って。ありがとう。
これで終わりだな。そうはさせへんわ。こっちへ来るんや。ハート、何する気だ。おりゃハート、ナイス。ヒヤヒヤしたぜ。何、いやキャッキャッキャ、油断してるとこうなるぜ。2回も落ちたやないかい。やっちまえティラノサウルス。もうおしまいだ。なんだ。おいおい、ラスボスとか勘弁だぜ。俺の仲間に手を出すな。シルバー、それ以上ルッテに近づくな。まだやるか。今日のところは諦めてやるぜ。うん、助かった。シルバーは葉っぱに隠れてたんか。助けてくれてありがとな。どういたしまして。みんな戻っておいで。みんなでエレベーターで遊ぼうや。いいね。よし、シルバ頼むぜ。オッケー。わー、今度は俺が。そうだ、サラバリュー。わー、なんじゃりゃー。あれはもしかして恐竜と伝説の恐竜がいるって噂の。僕たちが一緒について行ってあげるです。本当？やった、それなら心強いね。ここはプテラノドンの岩場です。グラグラして危ないから気をつけるです。はい、よいしょよいしょよいしょっと。おっとっとです。ここはアンキロサウルスの崖です。ここの崖は落ちたら危ないから慎重にです。どうぞ。最初に僕たちが渡るです。なるほど、じゃあ僕もゆっくりゆっくり。ふう、じゃあ僕の番ね。クモリン、気をつけてね。任せて。ゾロリゾロリ、クモリン、あと少し。提案でー。わー、クモリン、いてててててて。ごめんです、今助けに行くです。ゾロリゾロリ、みんな渡れてよかったね。スーパーサウルスさん、ありがとう。ティノサウルスの闘技場に到着です。うわ、何かいる。あれはティノサウルスとティラノサウルスの親子。ここから先は通さないでやんす。俺たちにバトルで勝ったら通してやってもいいぜ。そんな。サンサン、クモリン、僕たちが戦うです。本当に？じゃあ僕たちは応援してパワーを送ろう。ティラノ先輩かっこいいでやんす。負けるの？
ラたちの負けでやんす。ここを通るでやんす。わーい、スーパーサウルスさんたちありがとう。お前たちにはかなわねえぜ。オイラたちも仲間に入れてくれでやんす。やったー、これでさらにパワーアップだね。伝説の恐竜はどこだろう。あれはもしかして、伝説の恐竜。ダンさん、こっちを睨んでるみたいだよ。よくここまでたどり着いたの。ジェグ、ここまでじゃ。これでも食らうのじゃ。うんうん、ふむふむ、呪文か。よし、クモリン、呪文を唱えてみよう。せーの、合体巨大ティラノサウルス。声が足りなくて呪文が効かないみたいです。見ているみんなも一緒に呪文を唱えてくれだぜ。よし、もう一回呪文が効いたということは、君たちは真の探検家じゃ。真の探検家の諸君にはこの探検島の中でもとっておきの場所を案内しよう。やったー、どんな場所なのかな。恐竜さんたち、どうもありがとう。みんなも幻の巨大ティラノサウルスを作っちゃおう。みんなー、お待たせしました。サンさんとクモリンです。今日はこれ、動物さんと恐竜さんを守るためにシルバーティラノサウルスと勝負。負けないぞ。レッツプレイ。どんぶらこっこ、どんぶらこ。びっくりした。あれ、外だ。うん、あっちが騒がしいな。行ってみよう。シルバーティラノサウルスが暴れてみんなを怖がらせてる。それはかわいそうだ。よし、そしたら僕が代わりにシルバーティラノサウルスをやっつけてあげるよ。大丈夫大丈夫、ちょちょいと行ってくるから。僕を応援してくれる子はグッドボタン。おーい、あ、なんだ。みんなを怖がらせるんじゃない。なんだこいつは。おい、言っちゃいな。ここの闘技場でこいつに勝ったらおとなしくしてやってもいいぜ。望むところだ。レディーゴー。ああ弱いな、話にならないぜ。ぐぬぬぬ、負けてしまった。心配してくれるの？ありがとう。え、僕の力になってくれそうな動物たちがいるのかい？バナナだ！これを持っていけばいいんだね。ありがとう。じゃあ早速行ってきます。さてと、まずはアンキロサウルスの崖だね。おーい、ちょっとお願いがあるんだけど。びっくりした。あ、そうだ、ねえねえ、バナナあげるよ。喜んでもらえてよかった。え、お礼に協力してくれるの？ありがとう。じゃあ一緒に行こう。次はプテラノドンの岩場。ねえねえ、バナナあげるから協力してくれない？
と。うわぁ、オッケーってことかな。ありがとう。じゃあ次行ってみよう。最後はここ、ティラノヘッド。お邪魔します。ギャーギャー。もうびっくりしたよ。ねえねえ、僕に力を貸してくれない？やったー、ありがとう。よし、じゃあ早速シルバーティラノサウルスのところに行くぞ。やい、もう一度戦え。ふん、何回来たって同じだ。来い、今度は私が相手だ。よし、みんな行くぞ。来ようと負けんぞ。バトルスタート。うおー、ぬー、おっとっとっと、どうしよう、落ちちゃうよ。ふふふふ、俺様は最強だ。うんぬんぬー。え、みんな、みんなが応援してくれてる。よし、怖がらせちゃダメだからね。うん、負けるのなんて生まれて初めてだ。こうなったらこの島にはもういられない。え、みんな本当はシルバーティラノサウルスさんのことかっこいいと思ってるの？え、本当に強くてかっこいいから仲良くしたいんだって。くう、みんなのこと怖がらせてたのに。これで解決だね。みんなもこの恐竜探検島でいたずらしたり戦って遊んでみてね。今日のお絵かき。